皆さんこんにちは。この動画はステップン GO のアルファドローに参加する方法についての内容をお届けします。このアルファドローは最近発表されたばかりの話題のアプリステップン GO のアルファテストに参加するために必要な NFT シューズを獲得できる大抽選会です。ステップン GO はソラナチェーンナンバーワン Web3 アプリのステップンを2021年から展開している FSLファインドサトシラボがリリースした新しいアプリ。ウォーキングしたりジョギングしたり走ったりしながら NFT や暗号通貨を獲得できるソーシャル&ゲーム Web3 ライフスタイルアプリです。それではステップン GO アルファドローの参加方法について解説します。ステップン GO は間もなく開始されるアルファテストベータテストを経て様々なアップデートと修正を繰り返し正式ローンチに向けた調整が行われます。アルファドローはその一番最初にあたるアルファテストに参加するために必要な譲渡や販売をすることができない NFT スニーカーを獲得するための大抽選会です。つまり抽選で NFT スニーカーを獲得することができればこれから世界中に向けてローンチされるアプリをいち早く体験できる権利を獲得することができます。またこのアルファドローに参加することができたユーザーはベータテスト開始時最初にハウスシステムの運用が可能になりいち早く NFT スニーカーを友人や家族にレンタルしたりプレゼントすることが可能で仲間と一緒にアプリを通してフィットネスを楽しみながら暗号通貨や NFT を獲得しながらハウスのレベルを上げていくことが可能になります。まずはじめにアルファドローに参加するために必要な準備しておくべきものを説明させていただきます。ステップン GO アプリのダウンロード、FSL ID の作成、ラッフルの参加に必要なポリゴンチェーンの GMT とマティックの準備が必要です。アルファドローはスマートフォンのアプリから参加することが可能です。アプリは Google の Play Store と Apple の App Store からダウンロードすることが可能です。 Android の OS 要件は9以降、 iPhone は iOS13 以降が必要です。ダウンロードリンクはステップン GO ウェブページまたは各ストアでご確認ください。次に FSL ID を作成する必要があります。 FSL ID は FSL のエコシステムステップン、ガスヒーロー、モアなどでユニバーサルログインを提供し、これまで煩わしかった ID やパスワード、暗号資産ウォレットの管理を簡素化します。また FSL エコシステムのプロダクトの利用実績に応じてFSL ポイントを獲得することが可能で、さまざまな特典を受けることが可能です。FSL ID は id.fsl.com にアクセスして、簡単に作成することが可能です。次にアルファドローに参加するために必要な、ポリゴンチェーンの GMT とガス代として必要になるマティックを準備してください。画面に表示された QR コードのリンクから、ステップン GO アプリのダウンロードページへのアクセスが可能です。また、FSL ID の作成、ポリゴンチェーンのマティックと GMT の準備については FSL チャンピオンズの QR コードからリンク集にアクセスして解説動画や記事をご覧いただくことが可能です。リンクをブックマークしていただき、お時間のある時にご確認ください。ステップン GO のアルファドロー参加準備が完了したら早速参加してみましょう。アルファドローの参加方法の説明の前に簡単に仕組みを説明します。アルファドローは30日間にわたって開催され、毎日3回のアルファドローと3回のエクストララウンドが開催されます。参加するにはアルファドローのチケットが必要で、チケットは 5GMT を4年間預けることで入手できます。ラウンドごとに入手できるチケット数は最大10枚となります。預け入れた GMT は当選してもしなくても4年後に引き出し可能となります。ステップン GO アプリのアルファドローページで 5GMT をロックすると、アルファドローのチケット1枚とエクストラドローのチケット1枚を入手できます。毎日のアルファドローの開始時間は日本時間で午前2時、午前10時、午後6時です。各ドローはそれぞれ12回のラウンドがあり、5分ごとに12回の抽選があります。例えば午前2時のドローの場合は
2時に第1ラウンド、2時5分に第2ラウンド、2時10分に第3ラウンドと続き、3時まで12回の抽選が行われます。このアルファドローでは、各ラウンドごとに1名の当選者が選出され、当選者はステップンゴースニーカーの入ったシューズボックスを3個獲得することができます。また各ドロー終了後にはエクストララウンドが開催され、10名の当選者が選出されます。それでは実際にステップンゴーアプリの画面を見ながら参加方法を説明します。アプリを起動すると、現在開催されているドローか、間もなく開催されるドローが表示されます。まず下にスワイプして内容を最新のものに更新してください。この画面では上部のバーに16回目のアルファドローが4時間49分後に開催されることを表しています。ラウンド1は1031枚のチケットが、ラウンド2は5131枚のチケットが登録されていることがわかります。ではラウンド2のプレイをクリックして参加してみましょう。最大10枚以内で任意の数量を入力します。今回は3枚。数量を入力したら Continue with GMT をクリックして次に進みます。トータルの部分に今回預け入れる必要がある GMT の枚数とロックが解除される日、つまり引き出し可能日が表示されます。チケット3枚なので 3×5GMT で合計 15GMT となっています。間違いがなければステークをクリックしてしばらく待ちます。 You are in と表示されたら参加完了です。 OK をクリックしてホーム画面に戻ります。画面をリロードすると、自分がエントリーしたラウンドのプレイの横に23チケットと表示されます。参加していないラウンドには何も表示されず、プレイの文字が表示されます。ラウンド5にも3チケット分の GMT をステーク。このように任意のラウンドに個別で参加することが可能です。次にバルクパティシエートと記載された部分をクリックして、一括で複数のラウンドに参加してみます。先ほどの参加画面とは少し異なり、上部に現在参加済みのラウンドとチケット枚数が表示されています。ナンバーオブドローの部分にはまとめて登録する抽選回数を入力します。この場合10回の抽選にチケット1枚で参加するということになります。今回は33回の抽選に3枚ずつのチケットで参加することにします。合計 495GMT。 Continue をクリックして内容を確認します。上部にシャープ16の1からシャープ18の9に参加することが記載されています。33回の抽選に3枚ずつのチケットで参加、合計 495GMT がロックされます。問題なければステークをクリックして You are in と表示されれば一括エントリーの完了です。リロードして確認してみましょう。各ラウンドに3枚のチケットが追加されています。6となっているラウンドは先ほど個別に参加した3があるので合計6です。以上で参加登録は完了です。あとは抽選結果を待つのみです。抽選はリアルタイムで観戦することが可能です。見逃した場合は右にスワイプすることで過去の抽選履歴を見ることができます。当選している場合はウィナーと表示されシューズボックスが表示されます。また当選するとアプリにインベントリーページが追加され、シューズボックスが3個届いていることが確認できます。また当選しなかった場合でも利用済みチケットをスクラッチすることでステッカーを集めることができます。リサルトページでオープンオールをクリックすると、使用済みのチケットすべてを一括でスクラッチできます。また1枚ずつスクラッチして楽しむことも可能です。鍵マークのついているチケットはまだ抽選前のチケットです。スクラッチで集めたステッカーはプロフィール画面ユーザー名の下にあるステッカーコレクションをクリックすることで確認できます。すべてのステッカーをコンプリートすると
秘密の商品が当たるかもしれないそうです。何でしょうね。楽しみにしておきましょう。最後に、このアルファドローに参加するためにステークする GMT は4年間引き出すことはできません。十分にリスクを理解した上で、無理のない範囲で参加するようにしてくださいね。大変長くなりましたが、今回の動画はこれで終了です。今後、アルファテストやベータテストなどの最新情報については、ステップンチャンピオンズの SNS をフォローしてお見逃しのないように。画面に表示された QR コードよりリンク集をご覧いただけます。それではご視聴ありがとうございました。皆さんに幸運が訪れることを願ってます。グッドラック。